皆さんこんにちは、ピアニストの小泉隆です。どうも、1月の10日、ずいぶん遅くなってしまいましたが、皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。今回この動画を撮りましたのは、私コロナウイルスに感染をして、入院をしておりました。12月の30日に発症しまして、1月の1日に、陽性が分かりまして、1月の2日に入院を、保健所の方からの指示でしまして、1月の9日、昨日、退院をして帰ってまいりました。Facebook とか Twitter とかには、一応投稿をして、お知り合いの皆様からは大変温かい励ましの言葉とをいただきましてありがとうございます。無事にこういうふうに戻ってまいりましたので、そのご報告と、今後皆様にもぜひ気をつけていただきたいなという思いを込めての動画になります。僕自身がね、ピアニストという仕事上人前に立つことも多い、そして人と接することも多いので、十分な感染予防対策をして日々仕事に臨んでいたつもりだったんですけれども、それも随分とやはり自分の中の思い込みだけがね、大きく、実際感染予防ができていたかというと感染をしてしまったので、甘かったでしょうね。多分皆様が思ってる感染予防ってそんなに感染予防になってないよっていうのを、この場を借りてお伝えをしたいなと思います。まあ、もちろん普段のマスク着用は当たり前の中での生活でしたし、僕は自分の車での移動が 100% なので、公共の交通機関を利用することはまずないです。会食に関しても大人数での会食っていうのは、まずもうこういうご時世ですから、することもせず、決まった人と、それも本当に数名の方々ですよね。もう数えると3、4人ぐらいと決まったお店、もう狭いお店だったりとかではなく、もう個室がしっかりあるお店だったりとか、まあ、ホテルのお店だったりとか、割としっかりとしたところにしか行かないし、買い物もあまり出ることもなくっていうような、まあ、ほとんどがね、インターネットで済むご時世なので、不要不急の外出はどちらかというと控えていたつもりだったんですけれども、そして現場でもピアノを弾く、実際にその楽器を演奏する瞬間まではいつもマスクをつけているので、もうピアノの前まで行って、そしてマスクを外して弾いて、弾き終わったらもうすぐにマスクをつけて、必要に応じて会話をしなければいけなくて。買ったら誰かと話をするし、会話をしなくていいんであれば、もう自分の楽屋であったりとか、もうあとはもうピアノの椅子のところから動かないような日々を過ごしていたんですけれども、それでも感染を私はいたしました。ので、多分十分な、予防ができていなかったのだろうなと思います。テレビとかをね、見てると、こう自分が実際にかかるまではそんなにしないでも大丈夫なんじゃないのとか、こういろいろこう思ったりとかこうする部分もあったんですけれども、実際にね、かかってみるとね、どこからどういうふうにやってくるかわからないなというのがもう正直な気持ちです。で、実際にその保健所の方々と話をしたりとか、あとは自分のその過去のスケジュールの中をこう見返しても、ここで多分感染したんだろうなという、その特定がやっぱりできないんですよね。なので、ある程度気をつけてるつもりでしたから、特定もできないわけですし、でもしかしたらその人とのこう飛沫よりも、何かドアノブであったりとか、エレベーターのボタンだったりとか、こう触ったもので目を触ったり鼻を触ったりっていうようなことで感染をしたのかもしれないですし、そこら辺 もう今となってはわからないですけれども、まあ事実、陽性で、入院をしたっていうのが事実なので、そこはもう今後もより一層ね、気を引き締めていきたいなと思います。30日にその体調がちょっと優れなくなってから、31日ちょうど紅白を見てる時間帯ぐらいから、俗に言う味覚と嗅覚の異常というのが、出てまいりまして、それがみるみるうちにこう悪化していくんですよ。どん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 食べてるものの味を感じなくなり、そして僕の場合は特にその嗅覚が全く感じられなくなってきたんですよね。自分がおかしいのかなと思いながら、こう
家にある匂いをするものをいろいろこう嗅ぎ始めてみたんですけれども、香水を嗅いでみても、それで納豆を嗅いでも何を嗅いでも全く匂いがしない状態が、続くようになったのが31日大晦日でした。そして1日になって、病院と保健所から連絡があり、で、まあ、一応入院の手続きをしますっていうことになりました。たまたまね、まだその爆発的に2000とかその感染者が増える前だったのかな、その1月の1日っていうのが。なので病院の方もすぐ手配をしてくれまして、翌日の1月の2日から入院をすることができました。症状としては本当に軽い風邪の症状で、咳もそんなに出ていないし、息苦しいということもないんですけれども、で高熱も出てなくて、なんとなく体がだるいな、あとはとにかくその匂いと味がしないなという中で、保健所の方が自宅の方まで迎えに来て、そのまんま、僕は東京都の、世田谷の方にあります自衛隊中央病院という大きい病院に、入院をするようになって、でもう言われるがままに、まあ、個室ではなく大部屋だったんですけれども、4人部屋だったのかな、もう他に患者さんもいらっしゃって、随分体調が悪そうな方もいらっしゃったんですが、僕はその中に、普通に入院することになりました。特に治療っていうのもないんですよね。高熱が出てるわけでもないので、何かお薬をもらうわけでもなく、例えば熱がガンと上がったら解熱剤を投与したりとか、そういう感じの多分治療だったんだと思います。とにかく病院の中で隔離をされて、病室から出ることはできないし、あとはそれこそテレビで見る通りな感じで、防護服を着た、ドクターたちやナースの方々が検温であったりとか、お食事を運んでくださったりとかっていうような感じでした。で、まあ、僕の場合は大して熱が出ることもなく、その何かこう極端に症状が出ることもなく大丈夫だったんですけれども、同じ病室の方は本当にずっと高熱が続いていらっしゃる方もいるし、感染が発覚してしばらく自宅療養とかホテル療養をしてた方が急変されて病院に運ばれてきたりとかいう状況の方もいらっしゃって、まあ今こういうふうにね、また緊急事態宣言に突入をして、もちろん経済的にこういろいろ大変な状況だったりとかもあるんでしょうけど、実際かかってみると、それで注意をしてたにもかかわらずかかってみると、もう防ぐにはそれこそテレビが言ってるように、人と接触をしない、物をやたらめったら触らない、もうある意味その小池さんが言ってるステイホームですかね、が一番安全ではないのかなというのをつくづくこう自分の中で理解をしたというかね、こう一瞬の気の緩みがそれこそ自分自身の命取りだったりとかで、もしかしたら僕が軽症で済んでそのまま病院に行かずに仕事に行ってたり、もう普通に過ごしてたらもっと多くの方に感染を広げてしまっていたかもしれないので、でもしかしたらもうその数日か前に感染を広げてしまっていたかもしれないし、誰もわからないし誰にも見えないので、とにかくおとなしくしておくことしかできないのかなと思います。いろんな方がね、多分いろんな立場でいろんな思いのもと今この極端を乗り越え生活をしていってると思いますね。僕ももちろん自分が感染したのもありますし、緊急事態宣言っていうのもありますし、お仕事も今外でできない状態ですし、不要不急の外出もできない現実、できない状況というか、もうある意味するつもりがもう正直ないので、一旦こういうことを経験するとね、あんまりこう出たいという気持ちがこう少し薄れてくるんですよね。もうおとなしくしてるのが一番いいのかなっていうふうに思えてくるので、しばらくはそういうふうにしていこうかなと思います。まだまだこう気を許せないやっぱり状況がこの国でも世界の中でも続いて
いますが、まあ、僕がね一人こんなこと言ったところで何になるのかは分かんないですけれども、もしこの動画をご覧になってくださったその同業者の方であったりとか、音楽関係者の方であったりとか、あと知り合いの方なんかでもそうですけれども、本当に注意をしていても感染をするときは感染をする、そしてとにかく家から出ないで、不要不急の外出をしないで、家でおとなしくしていて、でそれをもうみんながすることによって、感染者が減っていって、やっと社会の生活が戻っていくのではないかなと思ってます。4月5月ぐらいのその緊急事態宣言があって、でそれが何だったのかっていうぐらい、今もっととんでもない数字になって、国を挙げて大変なことになってますし、で実際に病院というところに行ってみると、そこで働くスタッフさんたちのこう大変さであったりとか、あとは僕が入院していた病院でももう新規の患者さん今受け入れられない状態なんですっていうようなことが起きてるみたいなので、どこでかかるかわからないですから、皆さん十分に注意をして、まさか自分がとか自分は大丈夫だろうという浅はかな考えをね、微塵も持たないでおいた方がいいと思います。僕もこんだけ予防してるから大丈夫だろうという安易な考えを持っていた部分が多分あると思うんですよね。お医者さんたちとか医療スタッフの方々が三重に手袋をつけて、こんなゴーグルをして、でこんなマスクをして、防護服を着て、ある意味それぐらいの用心深さを持って接しないと防げないのがウイルスなんだなっていうことをナースの方と話してて、やっとこう自分の中でこうきちっとした意味での理解が生まれてきたので、それであったらもう感染のリスクを減らすんであれば、とにかく出ないのが一番かなと思います。私小泉は、12月の30日に、発症して、そして1月の2日に入院をしまして、1月の9日に退院をしました。そして体調の方は、別にまだ嗅覚がね 100% ではないんですけれども、少しずつ匂いも感じるようには戻ってきてます。抗体ができてるわけでもないのでね、また感染する恐れもありますし、まだまだ未知のことがたくさんあるので、とにかく今はねもうおとなしく、家にいて、家でできることを探しながら、やっていこうかなと思います。一人一人の、行動に国の未来がかかってるっていうことが自分の身でも少し実感することができましたので、それを少しでもお伝えできたらなと思います。またしばらく時が経ってね、何事もなかったかのようにまた経済も社会も、音楽業界も復活をして、誰しもが楽しくライブやコンサートに来れる日が一日でも早く訪れればいいなと思ってますし、そのためにはもう一人一人のその努力だったり苦労が問われる時期かなと思ってますので、皆さん力を合わせてこれからも、感染予防ステイホームしていけたらいいかなと思います。今年初めての動画がね、こういう形になってしまいましたけれども、今年も、皆さんに、それが舞台であるか、動画の中であるか、分かりませんけれども、いい音楽を届けていけるように、頑張ってまいりますので、今後とも、皆様、ご声援のほどよろしくお願いいたします。ではまたね。